日酔いの体でルーフラックに荷物乗せるのは辛いと。声を言うとちょっとヨーグルト車っぽい、ね、粘りつくような感じ。ヨーグルト車に、はい、ヨーグルスムースとは言わないけど、はい、車の話出張坂野店のコーナーです。始まりました。今日は一人です。なんとあのデリカで有名なオートフラックさんにやってきました。オートフラックさん取材させていただけるということで、なんと杉村社長がお待ちということなので、早速杉村社長のところに行きたいと思います。オートフラックスの杉村です。よろしくお願いします。土屋圭司さん見てます？はい、ということで今日は取材のお時間をいただきありがとうございます。はい、というわけでも早速もう車がもう、はい、皆さんこれデモカーとしてデモ車ですね、はいはい、並んでらっしゃるということで、はい、ちなみにもうたくさんいろんな車種最近手掛けられていらっしゃるんですけれども、うんね、ちなみにこのデリカだったりとか、はい、まあ、この四駆系をこう始めたきっかけっていうところを、まあ、今デリカ専門店っていう形で、まあ、世の中に出させていただいたんですけど、元はあのシャコタン大好き、シャコタン大好きシャコタン大好き、はい、でシャコタンばっかりをやってたんですけど、まあ子供ができてキャンプに行くようになって、でオデッセイにフルエアロ巻いてベタベタシャコタンでキャンプ行ってたんですけど、はい、キャンプ場でカメになっちゃったと。なるほどなるほど。で、はい、そこであのパジェロ買ったんですけど、はい、パジェロが、物が乗らないと、オデッセイに乗ってたものが乗らないんですよ、はい、だから、ルーフラックとか、したんだけど、つけて行ったんですけど、まあ、かっこよかったんですけどね、二、はい、日酔いの体で、ルーフラックに荷物乗せるのは辛いと。なるほど。でそこで、スペースギアだったらどうだろうと、同じ音符でパジェロっぽい、はい、パジェロと同じような、ね、駆動形式と持ってるし、うん、車種が ほぼ同じような、でそこでやってみるとすごく良かった。なるほど、うん、それすごく良くて走りがめっちゃいいんですよね、うん、でそこからねデリカにハマっちゃって。なるほどなるほど。でデリカどうだってみんなに言ったら、あそれなかなかいいねと、うん、みんなね周りがね買い替えてるんですよ。でそこからもうずっとやってたんですけど、まあデリカ壊れるんですよ。壊れるのを一生懸命な修理してると、なんかデリカ専門店の方がいいんじゃないって話になって、まあいくつく先がこういう状態ですね。過去にはねすごく車高が高くてオーバーフェンダーも全部ついて、見るからにわあすごいよねこの車っていう状態のものを作ってたんですけど、やっぱりそれは一般的じゃないと。なので皆さんにやっぱりデリカのいいところをね、知ってもらいたいかなと思って、皆さんが手が出しやすいところのパーツを、今主体で作ってで出させてもらってます。はい、でまあ代表的なのは極太だとかね、こういうフロントのガードですね、はい、それから上の方のルーフラック、これバスターズって名前付けてるんですけど、であと後ろを見てもらえると、リアラーダーがついてて、で足回りもちょっと純正じゃ不満だよねっていうところで、4x4 エンジニアリングさんと組んで足回りを作ってで、出していると。しっかりしたものを出してますん でここでまあ、どうなのかなと思いながらもお客さんに結構支持していただいてるんで、まあ、今非常に売れてます。はい、取り付けるにあたってのコンセプト、例えばこれ全部もうボルトで止まってるんですか？ね、うちのコンセプトとしてはもうボルトでボルトオン、車体の加工なしで、全部つくと、これにしてもリューフラックにしてもリアラダーにしても、はい、ボルトオンで取り付けると。で取り付けた状態で、構造変更の必要、構造変更というのは改造車みたいなねの必要もなく、そのまま車検通るよという作り方にしてます。はい、これはねいろいろ話し出すと長いんですけど、ディーラーさんによっては、こういうのついてるのダメよって言われるとこもあります。ただ自社基準なんでそれは関係ないんですけど、普通の法規に照らし合わせるとそのまま車検通りますんで、はい、継続車検を受けれると、そういう作り方をやってます。はい、だからこのパーツがその車検対応でこれだけこうかっこいいカスタムになるっていうのが僕は最初した時衝撃的だったんですよ。デモ車で使ってもらってますよね。はい、で後ろ のバックアーマーっていうかバンパーもつけてもらってますよね。はい、あれも全然指定部品っていう部類なんですよね。はい、で指定部品っていう名前項目であればもう取り付けてあると、前に20センチ伸びようが、極端に言ったら1メーターでもいいわけですよ。後ろにもう50センチで1メーター伸びてても車検が通ると。はい、だけどそんな1メーターも出てたら誰も買わないですよね。
かっこいいという、はい、状態のバランスで作ってます。ブレーキも手がけられてると、はいはいはい、ブレーキね、ブレーキがね見やすいのは、はい、こっちの方が見やすいのかな。とブレーキもね、車体がいろんなものつけるとそこそこ重たくなるので、ブレーキはしっかりしてた方がいいと。まして、はい、キャンプ道具いっぱい積んだりとか、うん、人がいっぱい乗るのでブレーキしっかりしてないとやっぱり怖い思いするんですね、はい、なので、まあ見栄えもいい、ローターに、ドリルで穴開けて、はい、でスリット入れて、うん、っていうのは結構ね、ゲレンデの AMG とかがそういうパターンのローター使ってますよね。そうですね、確かに、うん、でそれプラス、ブレーキパッド。去年ね、いきなり三菱さんからオファーを受けて、はい、今年のオートサロンの、三菱さんブースに出させてもらうための、話で、デリカミニを作れと。なるほど、ね、でデリカミニがまだ世の中に存在しない状態から、はい、うん、オファーを受けて作ってくれという話だったんですよ、はい、だからどうやって作るの、ね、なドリカミニもちろん来ますよねって言ったら全然来ない、来ない、も見せてくれない、もうない、だけど作れと、はい、なので、EK クロススペース、はい、EK クロススペースをベースにまず作りました、はい、今この状態ですね、はい、グレーの状態ですね、うん、で、まあ、向こうの話によると軽枠だから軽サイズなのでほぼ寸法変わらないよと、はい、そういうところで、まず作れと。で、まあフロントをまず作りたいなと思ったけどそこはよくわからないので、ルーフラック作って、はい、リアラダを作って、はい、で最後にこれ作って、そうね、デリカミニが世の中にちょっと出てくるちょっと前に初めて合わせに行って、はい、ギリギリあった穴が合うじゃんみたいな、はい、うん、でもう そこで合わなかったらもうこの状態でお父さんも出てなかったですよね、が、今この状態で出来上がってるっていう、うん、で出来上がったのがそっち、はい、オートサロンにも展示されてたのはこちらの、いや車両自体は違うんですよ、車両自体は全然違うんですけど、 あ、はい、あれはスノーサバイバーといって三菱が用意したやつ、はい、で普通はまあまあなんだろう、プロダクトやけど、まあ、登録ができないの車、はい、だったんですよね、うん、で今、実際に登録しているのがこの2台、はいはい、うちのデモ車として活躍してもらうと、ウッド調のものと、はい、まあ、金属が素材のものがあふれるような形になってますけど、はいはい、これはね、こっちもこっちもほぼ仕様同じなんですよ、つけてるものは同じ、はい、でほぼなんか作り方もほぼ同じ、はい、ただそれじゃ2台作っても面白くないじゃないですか、うん、だから、これは普通に、そうね、うちにあるディフェンダーを、オマージュして、はい、ディフェンダーっぽく作ってみました、うん、だからちょっとパッと見るとえっと思うかもしれませんけど、うん、まあ、なかなかよくできてると思います。だけどこれと同じで色違いで同じものつけても面白くないので、うん、こういうところをウッドにしてみて、でついてるものパーツを全部ウッドにして、この部分はうちの製品ですよっていう作り方ですね、はい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 、で印象が全然違う。そうですね、もうなんか違う車なん なんじゃないかっていうぐらい、やっぱりその、まあ、ステッカーとかもこの辺貼られてますけど、かなりこう おしゃれな感じと、ちょっと都会にも合いそうな雰囲気、ありがとうございます。感じが、まあ、アーバンライクなやつと、はい、まあ、アウトドアライクなやつですね、はいはい、で作りました。でちょっとライトの付け方とかも、まあ、本来だったら普通にフェアリングが付いてるだけなんですけど、それじゃやっぱりショーカーとしては面白くないので、ランプもこれは横長のバーライトですね、はい、であれは4灯式で付けて、はい、ちょっと違いを出して、で上に乗せてるアバギアっていうストレージボックスも黒とベージュで色を合わせてみたのが、まあ、この2台です。ちなみにこのウッド調のものはこれ表面というのはこれどういうふうにこのウッド調にされていらっしゃるんですか。ハケで塗りました。ハケで塗られてるんですか。これじゃあもうオリジナルとかもう手作業で、ね、うん、そうそう、YouTube 先生に教えてもらったんです。 YouTube 先生が、はい、黒い素材の上に、はい、ちょっと2色ぐらい色混ぜて、はい、ハケをカスカスにした状態、はい、でなぜると、はい、たらウッド調なみたいな木目になるからって、はい、その上からニス塗れと、はい、YouTube 先生の言われるがままに作ってる。これはですか。杉村社長がもう自分の、いやいや、だから面白くないからウッド調にしようかなっていうちょっと単純な考え方で、はい、じゃあ従業員もやりましょうって言ってやったんだけど、そういうことなんですね、うん、
なかなかよくできてるんですよ本当に。いやもうこれめちゃくちゃおしゃれだなと思って。いやいやいやよくできてるんだけど、はい、二度と作りたくない。めんどくさい。ちなみにこれ制作時間はどれくらいかかりました？1週間ぐらいかかったんです。全部でね、はい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 、もうあの、ま、間に合わないぞって言いながら1週間かかって、はい、そうだったんですね。途中までね、あのニスっていうかその 上塗り、はい、するまでえこんなんダメよって言ってたんやけど、はい、あの上塗りすると、うん、お本当に木質になるんですよ。そうだったんです。びっくりする、はいはいはい、私も本当にびっくりしました。さすが YouTube 先生です。いやでもこれが手塗りっていうのは皆さんすごくないですか？いやいやいや、はい、ちょっと僕気になったんですけど、うん、ハスラーにもですね、ルーフラッグが、はい、今ルーフラッグね大受けで、はい、正直あのデディカミンのルーフラッグすごい出てます。あのディーラーさんがすごい買ってくれるんで、はい、これは三菱だけに、絞っておくわけにはいかないと、はい、いうんでハスラーとかあとスペーシアギアとか、はい、スペーシアギア、はいはい、今頃 の, あのちょっと、配当が高い、うん、ルーフレールがついてるやつ、はい、今流行りですから、そこを狙ってつけました。じゃあ、はい、同じものつけようと思ってつけようとしたら、デリカミニはルーフレールが真ん中辺に寄ってるんですね。はい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 。でハスラーとかそういうあの他の車種は外側についてるんですよ、うん、はい、でデリカミニのルーフラックは乗らないと、はい、いうんで、まあミニ以外のデリカミニ以外の汎用品として、はい、今製作してる、設計し直して、今作ってる途中です。じゃこちらは今開発中の商品ということになるんですね。10月ぐらいにはなんとか出したいかなと。で本当に、ね、このフェアリングっていうのがすごく効果があって、はい、やっぱり軽なんで防音性が低いじゃないですか、はい、で高速乗るとやっぱ普通にキャリアつけると、はい、うるさいらしいんですよ。はい、めちゃくちゃうるさいらしいんですよ。あ、そうなんですか、うん、とてもじゃないけども100キロとか出せないと、はい、まあ、軽で100キロなかなかきついけどやっぱり出した時にうるさくて疲れちゃうと、はい、うん、いうところでフェアリングをつけると、はい、ほぼ気にならない。あ、そうなんですね。それはね D5 でもう実証済み、はいはいはい、もうあのキャリアつけた感じが全くない、うん、っていうのでそのハウが ここの部分ですよね。そうですね、ここのフェアリングですね、はいはい、そのフェアリングは相当効くみたいですね、はい、あとはねラブ4、はい、もうあのルーフラッグとか、はい、足回りも出してますし、はい、タイヤホイールとかは MLJ さんとがっつり組んで、はい、やらせてもらってるんで、うんうんうん、あとこのディフェンダーもすごいですね。このいろいろなパーツが、ね、日本一いじってみようかなというイメージで、サロンの前3ヶ月ぐらいで、はい、部品をわーっと全部集めて、はい、あのガチャガチャ作りました。こんなにしてるじゃないですか、はい、これこのままでリムライザーのけますけどこのまま洗車機入れますから。あ、洗車機もいけるんですか？入れる入れる、あの、はい、300も入れるしこのまま入れるし、はい、もちろんさっきあのデモ車 D5、はい、あれもあのボックスの下まま行きます。あ、そうなんですね、はい、ちゃんとあの計算して作ってるんで、はいはい、あれで2メーター26センチなんですね、はいはいはい、今洗車機だいたい2メーター31なんで、はい、入るかなと思って、店員飛んでこないかなと思いながら入れていったら、はい、店員もっていう感じ、はい、で見てて綺麗に洗車です。そうなんですね、はい、皆さん洗車機も対応しているそうです。そう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 、失礼します。お、すごいすごい。まあ倉庫はね、全部でいうと350坪ぐらいあるんですけど、はい、まあ一時もう満帆でしたね、はいはい、今だいぶ出荷が進んでますけど。そうなんですか、はいはい、でまあ、大体こちらの方はルーフラック関係を、はい、並べてたり、そこを一つずつまたあのここで開けて、はい、で検品し直して一つずつ皆さんのところにお送りしてる、はい、そうです。今も、ま、あのディーラーさんとかオートバックさんに卸していることが結構多いので、はい、かなりの数が出ます。だからといってあの検品がおろそかにならないように、うん、従業員一度あの頑張って出荷してます。はい、まあ、試作室兼整備場所ですよね、はい、なので今開発者でいうと、デモ車でハイラックス入れ、はい、あ、いやハイエース入れてきてるんで、うん、これにハイエース2代目なんですけど、はい、もうそろそろ、出すリアラーダーリアラダー、はい、それから、ルーフラックルーフラック、はい、ルーフラックの後ろにあのこう長物を積む時のローラーとかも考えてますし、はい、もちろんあのボックスなんかも積めるように、うん、で、市販品の中で一番長いスパンを今目指して作ってます、はい、で標準だと前と
あ、まあ、前と後ろ、はい、この2つのセットで出そうかなと、うん、だけどもうちょっと長い方がいいよねっていう人は絶対いらっしゃるんで、はい、ここをエクステンションとして用意してるんですね、はい、あ、そうなんです、今これ3分割なんですよ、はいはい、ここの継ぎ目のところですね、うん、ですね、はいはい、だからまあ普通はこう2分割で、うん、ここら辺からここら辺ぐらいまで、はい、で、もうちょっと長いのがいい人はここをあのエクステンションにつけてもらうという構成にしようと思って今一生懸命やってます、はい、なるほど、はい、これはそうです、もう現場のお仕事の方とかですね、非常にもう、キャンプからまあガテン系まで、はい、全部あのニーズが一緒いっぱいあるでしょうから、はい、みんなをこう、ね、カバーできるような形、はい、もちろんあのガテン系の人がよく言われるのは横のフックが欲しいだとか、はい、そういうのは絶対言われるので、うん、そういうオプションも、ね、今からどんどん揃えていこうかなと思ってます、はいはい、そしてこちらフロントも今こちらはもう開発中、ね、開発中というか、まあ、イメージ作り、イメージをどんな形にしようかっていうのを現物でやってるところ、はいはい、一旦、CAD でも絵は描いてるんですけど、はい、それを、まあ形として見ようというところで、はい、自由自在にこうできるやつをパーツをいっぱい切ってあるんで、それを今、ね、レゴのように組み合わせてるところ、はい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 、はい、ということでデモカーやたくさんのものを見させていただいてありがとうございました。でまあね、あのよかったらちょっと持ってもらってデモ車と、いいんですか、デモ車とちょっと違うのは足回りが、はい、ホワイフォークさんっていうとこと、はい、ブレーキ見てほしいんですよ。あ、ブレーキですか、はいはい、だからちょっとよかったら試乗しましょう、はいはい、試乗させてください、はい、よろしくお願いします、はい、試乗に行っていきたいと思います、はい、では、はい、オートフラックさんのデモ会にこれから試乗させていただきます、どうぞよろしくお願いします、よろしく、はい、よいしょ、やっぱりデモカーのもともとうちにあった車っていうのが結構乗ってることがあったので、はいはい、そのブレーキの違いは多分すぐに分かるようになったと思います、はいはい、でその違いを感じてみてください、はい、まあ、ブレーキを、あ、確かに止まりますね、なんか少ない動力で止まるような印象です、まあ、かっこよく言うとちょっとヨーロッパ車っぽいね、粘りつくような感じの効きをするはず、はい、うん、あの国産のブレーキってずっとこう減速力がまっすぐな感じだけど、はい、ヨーロッパのはグッとくるじゃないですか、なんかそのブレーキがこう当たり始めてからもう少し力を入れた時にポンってこないで、そのまま自分のその足の力ですごくコントロールしやすいなと思います、うん、ですね、はい、乗りやすくていいですね、視界もいいし、うん、ですね、はい、まあ、30ミリとタイヤの厚み、はい、で、まあ、なんだかんだで40ぐらい上がってるかな、はい、この40がね、全然ノーマルとは違うんですよね、うんうん、あと本当に乗り心地もそのタイヤのっていうお話もありましたね、はいはい、すごく大変乗り心地がソフトな、ね、うん、まああのね、普通に、まあ、ファミリーカーなんでゴツゴツした乗り心地だとね、はい、長距離もきついでしょうし、これが一番ベストなんじゃないかなと思います。ロードノイズもほとんどないですよね。ないですね、本当にいいタイヤでしょう、はい、うん、でその前に入ってたのが、BF グッドリッチのトレイルテレンってやつなんですけど、はい、これがまたねいいタイヤなんですよ、はい、でどうもそこら辺に今みんなの注目がいってる感じです、はい、ちょっとしたちょっと見た目はごついんだけど、はい、音がうるさくない、乗り心地がいいみたいなね、はい、一時 MT とかがすげえ流行ってましたけど、はい、それは今ちょっとなりをしてるんですね、まあ、一部マニアックな人は間違いなくね、使ってもらってますけど、はいはい、そしてこのリフトアップキット乗り心地がすごくソフトなんですけど、うん、ロール感がすごく増え、やっぱりリフトアップすると重心高くなるんで、はい、もしこうふって動くのかなと思ったんですけど、全くそんなことないですね。ですね。で、この足回りの一番ベストな状態は、例えば後ろにキャンプ道具積んでるとか、はい、4、5人乗ってるっていうのはものすごく乗り心地よくなるんですよ。はいはいはい、で今正直言って、車高上げるためのバネレート若干上げてるところも あって、はい、ショックのバネ、減速力も若干上がってるので、少し固めまで言わないけど、まあ、感覚、うん、
ノーマルよか、ノーマルとなんかうーんって感じなんだけど、はい、もうそのさっき言ったぐらいの条件だとびっくりするぐらいね乗り心地がいい、はい、まあ、ロールスロイスまで行かないけど、はい、乗ったことないけど買い物も行けてキャンプに行った時にいっぱい荷物も乗せてもちろん人もいっぱい乗って、はい、でそれで、まあ、アクロっていうかダートとか行っても、安心して走ることはできる、なかなかないですよ、はい、本当に、うん、全方位にもう特化してるような、うん、だからもうどういう使い方しても潰しが効くと、はい、うん、その状態まで、そんな車なのに 2.1m の立中だけ入れないよとかいうのはやっぱり一番悲しいん で、はい、でルフラックが売れてるのはもうそこですよね、うん、はい、ということでオートフラックさんのデモカー試乗させていただきました、ありがとうございました。いえいえ、本当にブレーキの感じがもう普通のノーマルのと全然違くて、うん、もうこのタッチしてからの効き方と、うん、そのちょっと足した時のその効き具合がすごくこう、うん、自分の足の力でコントロールすごいしやすくて、うん、乗りやすかったです。乗ってみないと分かんないですよねこれはね。そうですね、これは乗らないと分かんないですね。あのね、もう笑い話の部類に入るのかもしれないけど、うん、カスタム依頼されるんですよね、うん、まあ、今あんまりそんなガツリ作り込まないけど、うん、車高を上げたい、はい、あのオーバーハンド大きいの、タイヤ大きいのって言われるんだけど、バーッと見積もり出すじゃないですか。もちろんブレーキもいるからブレーキも書くんですね、はい、ただ、あ、予算オーバーです、うん、一番に削除されるのはブレーキ。あ、そうなんですかいや、こんなんで止まらなかったら危ねえよって言うんだけど、うん、僕は飛ばさないから、うん、って言うんですよ、はい、いや、じゃないって言うんですよね、うん、転ばぬ先の杖はちゃんと持っとかないと、うん、転んだ時大変ですからね、はい、だから本当はブレーキ進めたいんですけど、うん、なかなか見えるところでもなかったりするんで、うん、ちょっと直ざりされちゃう、うんうん、これがね一番ちょっと悲しいかな、うん、はい、思います。いやでもこれは多分僕はこんなに変わるんだったら皆さんに体験してというかつけていただいた方がいいんじゃないかなって正直思いましたし、うん、あと私プロレーサーにね言われる、私として気づいたんですよ、はい、あ、電動ステップですね、はいはいはい、ステップが出てくると、はい、あの、はい、デリカだったの助手席にはあのグレードによってはついたりしてると思うんですけど、そうですね、はい、運転席側にあってあれと、そう、はい、運転席側がやっぱりね、あの僕はあまり背が高くないし足も、ね、長くないんで、特に狭い駐車場で乗り降りの時にものすごく大変なんですよ、はい、ドアは少ししか開けられないし、はい、足はちょっと届かないよねっていう時にドアを押さえながら降りるの大変なんですよ、はい、ただドアをちょっと開けたらステップが出てくるので、はい、その上に乗っちゃうと一回でそれで降りてパンと閉めれる、はい、すっごい楽なんですよ。ちょっと腹が出てても、ドアのがちょっとしか開かないでも全然楽です。ちょっと出すでしょ、はい、でここにこうやって横からこう乗るんですよね、はい、乗れちゃうんですね。もう全然開けなくても乗れちゃいますよね。そう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 、だからこれね、あのいやいや私足が長いからいいよっていうよりは、狭いところの料理が、うん、便利が良くなるというのに使ってもらえば、あと後部座席の方もすごく乗り降りがしやすくなりますよ ね、 すね。狭いところで、せっかくスライドドアで、はい、あのうまく、ドアをあんまり開けなくてもっていうか、開口部が広くてもですよ、ここが高かったら乗り降りしにくいですからね、はい、すごく楽になると思います、うん、はい、あの年寄りは間違いなく喜びます。ごめんなさい、お年寄りはあとお子さんとかも乗り降りするのにすごく楽になりますよね。あ、うん、はい、あのジャングルジムのようにいつも小さい子が上がったり動いたりしますから、はいはい、ということでオートフラックさんのデモカー試乗させていただきました、ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。